こんばんは、岩田敦です。まずですね、忘れる前にですね、申し上げておかなくちゃいけないんですけれども、皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。いつもですね、これ忘れてしまってですね、スタッフに怒られるんですけれども、ちゃんと今日は言いました。ぜひよろしくお願い申し上げます。今日ですね、取り上げてみたいテーマはこちらです。デニーよ、震えながら眠れと、こういうことなんですけれども、デニーっていうのはですね、このジュリーじゃないですよ、この沖縄の県知事ですね、玉城デニー沖縄県知事なんですけれども、実はですね、沖縄の県議選というものが行われて、ここでですね、保守が逆襲を果たしたということなんです。ちょっと読んでみたいと思います。朝日新聞、沖縄県議選で知事派大敗、玉城氏苦境も、辺野古反対は揺るぎないということなんですね。16日に投開票された沖縄県議選は、玉城デニー知事を支持する県政与党が20議席にとどまり大敗した。米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設反対を公約とする玉城氏は、今後厳しい県政運営を強いられる。政党別の当選者は、県政野党は自民20、公明4、維新2、無所属2、自公は公認候補が全員当選した。一方、県政与党は共産4、地域政党の沖縄社会大衆3、立憲民主2、社民2、無所属9、共産は3、立憲は2議席それぞれ減らしたと。玉城氏は17日未明、記者団の取材に応じ、結果について厳粛に受け止めると固い表情で語った。今後の辺野古問題への対応については、辺野古移設反対は揺るぎない。ただ、反対のための予算を伴う議案は非常に厳しい状況も予想される。真摯に誠実に説明をし、理解を求めていきたいと述べた。まあ、これはですね、実は、地方議会のですね、難しいところなんです。地方議会はですね、二元代表制という表現をよく使いますけれども、どういうことかと言ったらですね、これ議員内閣制、国会と違うんです。要するに、皆さんもよくご案内の通りですね、知事選っていうのは、知事を誰か選びますよね。国民、県民、その人がですね、この人がいいと言って選びます。でも県議会議員は、県議会議員でこの人がいいと言って選んだ人たちがいます。そうするとですね、県議会の与党が必ずしもですね、この知事を支持するっていうことにならないという状況が起きる。いわばですね、ねじれ状況が起きるんです。これ国政では起きません。なぜかと言ったら、日本は議員内閣制を取ってるからです。議員内閣制っていうことは、与党の中の、トップをですね、これを基本的に総理大臣にするんです。ですから、立法府である議会と行政府がですね、対立するってことはないんですよ、基本的に。でも、この地方議会はですね、二元代表制ということで、県民の意思がですね、知事選の時は、じゃあ、こっちというふうになっても、次ですね、県議選やった時には、知事のことをですね、反対するという人たちの方が多数派を取ってしまうということが起きるんです。こうするとですね、何が大変かと言ったらですね、予算を通すのは、これ議会ですから、予算をですね、通すときに議会が、このやりたいって言ってることは、ノー、ノーとやり続けることができるわけです。そうすると、県政は停滞します。で、まさに沖縄ではですね、こういう状況が起こり、かねないという状態になってます。まあ私はね、昔からですね、この沖縄の選挙のやり方について腹が立ってるところがあるんですね。オール沖縄っていう言い方してるじゃないですか。オール沖縄なんてね、こんな失礼な言い方ないと思うんですよ。大体ね、オール沖縄っていうことはね、じゃあそこのオール沖縄以外の政党に入れた人はね、沖縄じゃないってことになりますよね。これね、全体主義的なやり方なんですよ、極めて。もうね、日本人ならこれだと。言ったときにね、じゃあそれと違う政党に入れたのに、じゃあお前日本人じゃないと言ってるのと同じことになるでしょ？意見っていうのはね、いろいろあっていいんですよ。多様な意見があっていいんだけれども、それをね、オールと言ってですね、一つの単一色に染め上げると。しかも沖縄の場合はですね、紅に染め上げると
いうことですよね。だからもうまさにですね、X ジャパンみたいな世界になってくるわけですよ。くれないに染まったコロレオみたいな感じになるわけですね。だからこうなってはいけないということで、今回自民党がですね、逆襲を果たしたということで、これでも面白い現象だと思いませんか皆さん。なぜか今同じね、日のですね、朝日新聞にこういうの書いてあります。自民党支持率ついにですね 19% に下落なんです。いいですか、自民政権で最低ということです。いいですか皆さん、これは岸田内閣の支持率ではありません。自民党という政党に対する支持率です。政党支持率が高いうちはですね、まだ内閣へのですね、この支持率が低くてもなんとか持つんですよ。選挙の時だって入れるのは政党に入れるわけだから。だけど政党支持率がここまで落ちてくるとなるとですね、いよいよ政権交代かというぐらい激震が走ってる。その中において沖縄ではですね、自民党系が勝ってるんですよ。どうして？なぜ？と。まあこれは一つにはですね、わかりやすく言うならば、玉城デニーという人がですね、あまりにもイデオロギッシュな政策にこだわりすぎているということなんですね。要するにこの基地問題にばっかりですね、こだわってしまっていてですね、他の問題に、この目が届いていない。要するにもうね、基地の問題ばっかりね、言うの、いい加減にしてくれと。いや、基地の問題ね、言うのは結構かもしれないけれども、それで何変わったのと。で、基地の問題、基地の問題って言うけれども、じゃあ、沖縄県の問題っていうのは、基地の問題以外何もないのということがね、多くの県民がですね、もう、基地問題だけでね、このイデオロギー闘争するのはやめてほしいと。まあ、こういうですね、まあ、県民の声の表れだろうというふうに私には、見えます。ですから、やっぱりまあ、これからですね、いくら、このデニー氏がですね、この沖縄のね、この基地移転反対とかね、移設反対とかね、言ってもですね、予算措置が通らないということができてまいりますから、相当厳しい県政の運営を強いられる状態になるだろうというふうに私は考えています。まあこれはね、致し方がないことだと思います。例えば、これも朝日新聞ですけれども、不動産会社に勤めるですね、男性33歳は自民候補に投票したと。玉城知事や支える県議たちは基地問題ばかり、もっと子育て政策に力を入れてほしいと語ったと。やっぱりもうね、基地ばっかりやってんじゃないよと、こういうことですね。で、他にもですね、那覇市の IT エンジニア48歳男性、玉城県政を評価しない。基地問題にとらわれすぎていて、それ以外の物事が進まないと言ってるわけですね。一生懸命やってる人には悪いが、基地問題はもういいかなっていう感じ。一方、離島の宮古島、宮古ではですね、国内外の観光客の増加でホテルの建設ラッシュということで、建設現場で働く男性は、会社が推す自民候補に投票。この5年間で手取りが月5万円増え、生活が楽になった。やっぱりね、これ大事なことですよ。やっぱりね、国民の生活が第一と。ああいうね、どっかにそういうなんか政党面もありましたけど、これ大事なことですね。国民の生活が第一って言いながら、あの政党は国民の生活を台無しにしたから問題なんだけれども、国民の生活第一ですよ、やっぱり。それはその通りです。国民の生活がね、もうね、もうひっちゃかめっちゃかになりながらですね、とにかくもうイデオロギー闘争だというのはね、やっぱついてこないんですよ。やっぱり安定した生活、これをどうやって保っていくかと。これね、やっぱり大事なことなんですね。やっぱり私はですね、この政治のこの基本というのはですね、国民の生活を大事にすることだと思いますね。仁徳天皇ですよね。高き屋に登りてみれば煙立つ、民のかまどは賑わいにけりということで、やっぱりこう、今まで税金が高くてですね、こう天皇陛下がですね、この高いところに登って、見てもですね、お昼時になってるのに何にも煙がね、出てこないと。要するに食べるものがないから、この煙が上がってこないと。これはまずいということで、何したかって言ったら、こう税金を取るのやめようと、こういうことをやったわけですよ。で、3年間だったかな。やって、後にですね、この高木屋に登りてみればですね、煙が立ってるわけです。で、民のかまどは賑わいにけりと
いうことで、やっぱりみんな仲良くですね、ご飯食べられるようになったと。やっぱりこれ大事なことですよね。で、こういう基本的なことを無視して、政治闘争、イデオロギー闘争だけにですね、奔走していても国民はついてきません。当たり前ですよ。それは生活の基本ですから。もちろんですね、それは思想がいらないってことじゃないですよ。例えば私も憲法9条を変えると、そういうこと非常に大事だと思ってる。だけれどもですね、国民の生活を台無しにしてまでですね、そんなことはね、できないんですよ。やっぱり、きちんとですね、国民が豊かに、安定して暮らせるような、こういった条件を整えていくということは、政治にとって最も大事なことの一つであります。で、そんな中において、私がですね、今回ね、ここで、沖縄県議選で、この、玉木さんが、玉木さんというとなんかね、国民民主党みたいでなんか気の毒だけど、デニー氏がですね、負けることになった一つのね、大きな隠れた争点は何だったんだろうかと言った時に、やっぱりね、これは国民、県民生活に直撃したという問題があったのではなかろうかなというふうに思います。それはね、ズバリ何かと言ったら、水道代の問題であります。これはですね、ちょっと前の琉球朝日放送のですね、記事なんですけれども、こんなことがあります。沖縄県企業局は水道用水の料金を2024年4月から3割値上げする方針を見直して、今後3年の間に2段階に分けて引き上げていくと修正しました。2024年3月って言った、4月って言ったらもうこの間ですね、に、3割ですよ。水道料金3割上がるっていうようなプランを立てていたわけです。皆さんね、水道料金が3割上がるっていうのはね、これね、事実上の増税です。だって、水道を使わないで生活してる人いますか？電気料金とか、水道料金とかガス代金とかですね、こういうインフラですね、基本的なインフラ。で、こういったものの基本的な料金が上がっていくっていうのは、これ増税と何にも変わりはありません。なぜかと言ったら、それなしに生活することはできないからです。それなしに生活することができないものを値上げしてですね、おいてですね、で、一方においてね、国民の生活が大事ですよ、県民の生活が大事ですよって言ったって、そんなものやっぱり茶番以外の何でもないでしょ。だからね、そういうね、嘘に騙されてはいけないということになってくるのであろうというふうに私は思います。結局ですね、これどうしてですね、これ値上げが必要になるのかというと、老朽化した施設の改修とかですね、地理的特徴から全国に比べ水道施設が多く、送水に必要な動力を賄う電気料金の高騰ということが、問題になっているわけですが、これはですね、やっぱりね、この県政を司るものとしてですね、私は、極めてですね、愚かな行為だったと思います。なぜかと言ったらですね、老朽化していることっていうのは、これ分かってるわけですから、事前にですね、お金をね、積み立てておくとか、いろんなやり方で対策できたと思うんですよね。で、それをやらないで、いきなりね、電気料金、ごめんなさい、水道料金にこれをね、値上げしてね、で、これやるんだというやり方っていうのはやっぱ横暴ですよね。つまり先見の明がないということです。要するに、これから何年経ったら、こういう問題が生じるであろうということは、自明なのに、そこに向かって何の努力もしてなかったということで、やっぱりこれはですね、イデオロギー闘争に、つまり基地の問題にばっかりですね、肯定していてですね、本当に、県民が大事な生活のことについて考えてなかったということの表れだろうというふうに見えるわけです。ですから、まあ結局ね、一気に3割ではなくて、段階的に上げていくっていうことなんですけれども、2024年10月に、この今までですね、1立方メートルあたり102円だったのが23円値上げして125円、2026年にはさらに10円値上げして135円、結局のところやっぱり3割値上げするんですよ。で、3割値上げすると、水道料金3割値上げするって言ったらね、今までお風呂入ってたのがですね、100円で入れたのが130円になるわけですからね、とんでもなくね、この、毎日だってそれ続けていって1年経ったらいくらになりますか？しかも、水使うのはお風呂だけじゃないですよね。お皿洗ったりですね、洗濯したりとかね。いろんなところに水ってのは使いますよ。で、トイレ行ってもね、水使うでしょ？で、こういったことをですね、全部3割ずつ上がっていったらね、やっぱね、これは県民の生活は苦しくなりますよ。
で、苦しくなったらね、どうなるかって言ったら、なんでこんなことになったのと。おいおいと。一体どうしてくれてるんだいと。こういうことになります。で、これについてですね、赤旗、共産党の赤旗はですね、なんて言ってるかと言ったらですね、水道料金の値上げ、責任は国にありと言ってるんですね。で、これはね、なぜかというとですね、自公などは基地反対ばかりしているからだと責任をなすりつけ、デニー県政いじめを続けてきました。これね、よくね、表現使うんです。赤旗、なんとかいじめを続けてきましたとか言ってね、自分たちが党員のことをいじめてることね、何も思ってないのかなというふうに思いますけれども、で、今回の県議選でも知事を支える与党を過半数割に追い込もうと狙う自公維新は10月からの水道料金値上げをめぐってデニー県政と日本共産党などを一斉に批判しています。それはするよという話なんですね。これらの値上げのこれらの攻撃は値上げの大部分が国からハード交付金を減らされ続けてきた影響を無視しています。共産党県議団はこのことを議会質問で明らかにしてきました。要するにですね、国が沖縄にお金をボーンと出してた。これが減らされた。だから水道料金上がってるんだと。でもね、ちょっと待ってくれよと。国がですね、なんで沖縄にそういうお金を減らしたのというふうにね、ことを考えたら、このね、もう法律的にもう粛々と進めなさいということを無視し続ける知事がいるからですね、こんなところにですね、お金出す必要あるのかという議論になってくるのは、これは当然ですよね。自分たちのね、国策をですね、進めていくときにね、とにかく反対だと言ってるところに、俺たちは反対なんだと、ただ金は出せと。そうは問屋は下ろさないというふうに思うのは、これ当たり前のことではないんでしょうかね。国家とですね、国の行政とですね、協調しながらやってるのに、一方的にですね、お金が削減されているということであるならね、これおかしいじゃないかという議論です。もう成り立ちますけれども、国がやることをですね、もうとにかくですね、足を引っ張ったら引っ張ったらと。なんでそんなことするのと。アジアの問題、東アジアの問題なんか関係ないな、中国は脅威じゃないんだみたいなね、わけのわからないことを言ってですね、そういうことをしようとする。いや、こういう人たちのところになんで我々の税金使わなくちゃいけないの。日本国民の一人として私もそう思いますよ。なんでそういうことするのというふうに思います。ですから、まあ日本共産党はですね、予算が、この国がデニーをいじめるからいけないというふうに、言ってるわけですけれども、沖縄の県民のですね、まあ審判は下ったわけです。要するに、このままイデオロギー闘争に突き走るだけでなくてですね、やっぱりもう少しですね、県民の生活に密着したような政治を行ってほしいと。これが、今回ですね、沖縄県議選で、デニーが敗れた理由であろうというふうに私は思います。ですから、自民党がですね、これだけ人気が落ちてるにもかかわらず、沖縄ではですね、勝利できたということは、もっとそれ以上に、オール沖縄だとか、玉城デニーだとか、こういった人たちの人気が失墜してる証明だろうというふうに思います。やはり次の県知事選でですね、新しい県知事が登場する必要があるだろうと思います。東アジア情勢はですね、非常に流動化してます。で、危ない状態が続いてます。こんな中においてですね、この米軍に対してですね、出てけみたいなね、こと言ったり自衛隊はいらないんだみたいなね、議論を堂々と展開するような知事は、はっきり言って不要です。今後もですね、沖縄の問題を注目し続けてまいりたいと思います。今後もですね、この番組を継続してまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続するに際して、ご支援を賜れる方は、下記の振込口座よりご支援賜りますか、あるいはですね、メンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。